まずこちらサンクレットからですね。まあだいぶ成長してきましたね。Q14 を知る我々からしたら随分成長しました。あんなね、特技といえばナンパみたいな状態だったのが今やね、暁の最前線のね、今回も非常にいい活躍してくれます、うん、ご期待ください。さあそして続いて、我らが暁のついにね魔女になりましたシトラでございます。世界の全てをね、探求するという目的というかね、うん、自分の生きる術にしているヤシトラなので、まあ、今回いろんな世界の真実に触れていく中でもちろんヤシトラも活躍してくれます。もう非常に難しいことを我々に優しく解説してくれる魔女でもあるのでもう全ての言語でみんなママとかマミーとか言ってますけど僕は一言も言ってないですからね。あのひどい目に遭います、デスペアで焼かれますよそんな言ったら。そして続いては、ウィエンジェです。ウィエンジェもちょっとやっぱ格別の思い入れがあって、まあ、Q14 であの第7レース再編というシナリオをやっていく中でですね、急遽怪しい人が出現してシャウトする役として作られたキャラだったんですごい思い入れがあります。ここまで、ウィエンジェに関してもね、格別の思い入れを持って調整僕がこだわった一つのポイントでもあるので、ぜひねウリエンジェの物語も見てあげていただけると嬉しいです。さあそして、まあ、ある意味14の、プレイヤーの皆さんがね主役ではありますけど、物語上の NPC の主役という立ち位置ですかね、アルフィノールになります。まあまあ次のちょっと進めてもらって、アリゼもそうなんですけど、まあこの2人皆さんと当然その出会う前シャーレアンで暮らしていたので、うん、まあ、我々が知り合う前のアルフィノとかアリゼっていうのがシャーレアンでまあどういう人たちだったのかみたいな、周りからどう見られてたのかみたいなのも今回結構知れるようになってますんで、そのあたりもねキャラクターファンの方は、うん、しっかりじっくり見ていただけると嬉しいです。本当にこうなんて言うんだろう、それをメインストーリーの必須にしてしまうと、うん、本当それこそ終わらなくなるんでやっぱそういったエピソードはやっぱヒントトーク、その、はい、メインストーリーの脇にいる NPC たちに話しかけた時に出てくるので、うん、まあ、今回相当そこもこだわったからぜひねお見逃しなく、その時しか出てこないセリフが本当に多いので、進めちゃうとね、はい、どうしてもね物語の先気になるとこうメインクエストのマークをねすぐクリックしに行きたくなるんですけど、一通りこう全部聞いてから行くっていう風に今回はあんま本当焦らずにじっくり進めてもらえると嬉しいです。そして続いてこちら、グラハティアになります。まあ、グラハも他の賢人たちとはまた違ったその知識とか経験っていうのを持ってるので、まあそれらがこう今回のその行月のフィナーレという世界の謎にさらに迫っていく物語でどう絡むのかと、まああんまり言えないんで、まあちょっと活躍は間違いなくしてきますんで、ぜひその辺注目してください。さあそして、続いては一部ラスボス説まで流れているタタルでございます。タタルタルです。さあどうなりますか、うん、もちろんタタルもね大活躍するんですが、もうね最後ねふっふっふって出てくる顔ね。まあ、ね、そういう姿勢ですね。こういう姿勢です。そう。ゾディアークの核としてね、エルディブスが抜け落ちてたからさ、あそこにね、すってはまっていく可能性もね。恐ろしい。もうコメントに入るですって書いてある。面白い。さあ続き行きましょう。そしてですね、クルル城、まあ、うん、バルデーシオン委員会の一員なので、当然そのシャーレアンに滞在する時にね、クルルが中心になって、いろんなことが動いていくと思います。非常に今回重要な役割果たしてくれます。まあ、あんまり語るとあれなんですけど、大変重要な役どころをいろいろこなしてくれますんで、ぜひねクルルの活躍にもご期待いただければと思います。まあ言うてね、うん、次に紹介するこのエスティニアンを暁に絡め取ったのはタタルとクルルですからね。確かに、うん、
ある意味で言うのもう絡め取られるってすごいよね。元青の竜騎士でイシュガルドを出奔したので、はい、まあ、無職って言えば無職、あ、なるほど、暁って就職先なのかどうかっていうねまあそのマソニーズヘックとともにですね、うん、今回大活躍してくれます。あの彼の生き様っていうのも今回のストーリー上非常に重要なね、あの役割を果たしますんで、ぜひご注目ください。ファンも多いですしね。そうですね。そして続いてはこちら、出ました、皆さんの自称親友、そうですね、ゼノスでございますさあ、まあ、ゼノスに関してはもう何も語らないでおきましょう、うん、刀を捨て、うん、サイスを扱い、今回はリーパーとして、登場します勝手にフレンドリストに入ってるって面白いねさあ、そしてトレーラーにも登場しておりました、こちらの女性です。もう大変重要なキャラクターでございます。もうそもそもだってなんか胸元にねマスク下げとるやんって、まあね、英語名レディー・オブ・ザ・ライトですから、ね、名前がやばい名前がやばいさあ、どういった形であの光の戦士とね、交わっていくのかと、うん、ぜひご注目ください。略称 LOL ちょっとひどいです。あ、確かにね、oh, no. 略称 LOL かでですね、今回あのメインストーリーいろいろ新しい、遊びというかシステム実装されております。その一幕をちょっ と,、はい、スクリーンショットで見てみましょう。今回遊びというかクエスト中 の, あの体験として、うん、まあ、自動的にマウントに乗せてくれて NPC と一緒にこうフライングして移動したりとか、はい、そういうのもあるんですけど、NPC 連れ歩きっていうのが、クエストの新しい遊びとしてできてて、とあるシーケンス中、例えばこの今スクリーンショットだと、アルフィノとアリゼが一緒にこうプレイヤーの皆さんとこう行動して、まあ、途中に行って会話をこうしたりとか、目的地まで一緒に行ってみたいなことがあったりします、はい、変なところまで連れて行けますかっていう質問があるんですけど、あの大きく外れたところに行こうとすると元の位置に帰ります、はい、RPG っぽいですね。まあいろんなキャラクターとこのシチュエーションがあったりするので、はい、まあもちろんストーリー上必要だから一緒に行動してるんですけど、うん、あのなので普段から自由に選べるわけではもちろんないんですけど、そのシナリオのシチュエーションによってはあの一緒にじゃあそこへ向かおうぜみたいなことがあったりするので、うん、確かこのモード中もグルポがちゃんと起動できるように頑張って作ってたような気がするのでまあなんか雰囲気ある SS とかは撮れるんじゃないかなとは思って、まあ、ただ世界に週末が迫ってるんで忘れないようにね